はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回はね、こちらちょっとね、大きなものを提供いただいたので、ね、大掛かりな紹介をしたいと思います。今回はいつでもどこでもミニバスということで、はい、バスケットゴールがね、届きました、ね、なんとボール付き、ね、で実はね、このバスケットゴール届いたのがもうかなりだいぶ前になります。実はね、運が悪いことに梅雨に突入してしまいました、ね、で毎日毎日、今年は長いね、ずっと雨がね、降り続いて天気になりません、ね、そんなわけでね、本当いつになったら全部編集できるのか心配なんだけども、今回はね、このミニバスを紹介させていただきます。はい、まずどんな商品なのかというと、こんな感じ、自宅で本格バスケットということで、195センチから245センチまで調整が可能となっています。で、7号ボール対応可能ということでね、その7号までは使うことができるようです。ボール付きです、ちゃんとね。それで、今回のね、この、まあ、バスケット、195センチっていうと、どれぐらいかっていうと、まあ、身長が大きい、まあ、運動をやってる、バスケットをやっててね、本当もうプロバスケ選手だと大体2メーター前後ぐらいあると思うんだけど、まあ、大体それぐらいの高さまではまあいけるってことなんだね。で、245センチともうどれぐらいかっていうと、この天井の高さだよね。元気なうちのこの床から天井まではちょうどね、240センチあるので、このね、壁からここまでもちょうど240センチなんだよ。なんでわかるのっていうと、プロジェクター設定するのに240センチで の投影でね、射場割り出してるんで、でここの高さもね、割り出してるんで、もう240でしょ、この高さがね。だ かなり高いところまで設定することができるんだね。ここまでがだから245センチ。ちょうどね、この昔の、ね、元気なおじいのお家は昔のお家なんで天井が低いですね。低いところでも、まあ、結構頑張ってね、できるってことなんだね。だここら辺大体ね、ドアの上のあたりぐらいに相当するんじゃないかなと思います。あと小さな小学生とかね、幼稚園とか、まあ、中学生ぐらいだったらちょうどいい高さなんね、じゃないかなと思います。はい、お家の中でもできるよね、広いお家だったらね。リビングが大体十何畳とかね、二十何畳ぐらいあるところだったら、あと廊下が長いとかね、そういうところだったら、まあ、設置して遊べるんじゃないんでしょうか。まあ基本的には表でね、遊ぶもんです。はい、でね、バスケットのこのサイズなんだけども、大体このね、ここの部分ね、最小で150から大体2メーターぐらいのところまで、このゴールの高さがね、だから、ドアがあれ180センチなんで、ドアよりも高い位置にこのゴールのここを設定することができるということになります。でこの後ろのね、当てるなんか看板みたいなね、ここね、これが195センチから245センチまでですよってことなんで、一番高く伸ばすと元気なおじいの部屋ではちょっと伸ばしきれない5センチぐらいね、ちょっと縮めた状態での設置ということになりそうです。で、このね、横幅、ここがね、71センチだそうです。ここがね、45センチだそうです、ね。で、このね、重りの部分、ここのところは砂を入れたりとか、お水を入れて、重たさで安定させる、そういうバスケットゴールになります。まあ、今結構ね、お家の庭にこうバスケットゴールこうやって置いといてね、で、キャッ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 こう練習してるうちって結構多いよね、今ね。はい、本格的な練習が可能、お外でも OK ということでね、いかがでしょうか。で、専用台付きなんでね、こんな感じになってますね、水や砂を入れて安定性をアップさせるよということで、まあ、大体もうよっぽど台風が来ない限りはね、まあ、倒れることはないんじゃないかなと思います。で、砂割りでがっちりしておけばね、かなり強風が吹いてもね、まあ、倒れることはないよね、これだったらね。はい、そしてね、高さが今言ったように調整が可能です。まあ、本当ね、年齢とかお子様の成長に合わせて高さをね、こう微調整しながらこう上げていくことができます。で、キャスターがついているので移動もね、ゴロ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 って簡単に移動させることができます、ね。はい、そんなわけで室外でもそして体育館でも広場でも使うことができますよってことなんで、まあ、この室内とかね、室外はあれだけども、まあ、一般の家庭に体育館を持ってる方はいないからね、まあ、体育館に持ってって使うというのはまあありだよね。
で、まあ、広場もね、そんな大きいものを持ってって、使うのも結構大変だからね、許可もらうのがね、まあ、あんまりよっぽどの広場でないと使うことできないと思うんだけどね、まあ、でも、まあ、いろんなところで使えますよってことなんだね。はい、そして、市場の方を見ていきましょう。バスケットゴールの市場としては、バスケットボードサイズが710の1950から2550ミリまで、高さ調整を可能でございます。で、重量は約10キロあります。対象年齢は6歳以上ということで、まあ、年齢は関係ないわね、これぶっちゃけね。バスケットボールリング内の直径は約45センチなんで、バスケットボールの7号まで対応ということです。材質はプリポロピレン、ね、パッパッパッちゃんと言えた、プリポロピレン、ね、スチールナイロンポリエチレンでできております。はい、一緒に遊べるバスケットボード、こちらのバスケットボールは専用台座に設置するだけなので、場所を選ばず練習ができます。バスケットボールは室内、室外、アウトドアやなんとかにも設置可能ですってことでね、コミュニケーションスポーツとして家族みんなで遊びましょう。まあ、家族みんなで遊んでもいいしね、あとこういうバスケットボールを置いてあると、お友達なんかがこう集まってきてね、お家でみんなでこうキャッ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 こう遊ぶよね。そうすると、ね、お子さんがいる家庭だとね、どこかちょっとこう車とか心配だなと思っても、みんながこう集まってきてくれる方だと安心だよね、これはね。まあ、それから麦茶出したりとか、お菓子出したりとかね、まあ、ちょっと大変かもしれないけど、安心、ね。はい、そんなわけで、バスケットで親子の関係もより親しくなりますよっていうことで、ね、まあ、逆に、ヒーって出ないでる、ヒーヒーヒーって出る、ウェーってことになるからね、コミュニケーションを取るためには、ちょっとコツも必要なんじゃないかなと思います。はい、使いやすい設計ね。バスケットボールは専用台座付きで、台座では水や砂を入れて安定性をアップさせます。バスケットボードは折りたたみなんだね。で、携帯収納が可能で、どこでも持ち運べて便利です。高さ調整ができるので、徐々に調整してレベルアップができます。ってことでね、取り組みはとっても簡単で、届いてすぐに遊べる。そう、組み立てがすごいめんどくさいと、もうそこで気分少々になっちゃうね。あー、疲れたーって感じで、もうバテちゃう。ね。やっぱ組み立てが簡単ですぐに遊べるっていうのが、ここがミソだね。はい、一人でも簡単に設置できますよってことなんで、まあ、特に小学生、中学生のね、お持ちのお子様なんかね、お子様いないよね、親御さんなんかは、ちょっとね、真剣に考えていただくことよろしいんじゃないでしょうか。ね、これね、バスケットやってると、身長伸びるからね、こうして、こうして、こうしてやってるとね、昭和の時代はね、なんかいろんなこう本見てるとね、通信販売でね、お豆腐に生姜を混ぜて、で湿布の代わりにしてね、包帯でぐるぐる巻いて寝ると、なんかこう関節が伸びて背が高くなるとかね、あとなんかコロコロのローラーを壁にこうグリグリってつけて紐やって足引っ掛けてグッ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 ってやったりとかね、買っちゃったこともあるんだよ、それ。背が伸びたって背伸びなかったよ、ね、やっぱりね、運動してこうやって伸びてるのが一番いいんだよね。なのでこう成長期のお子さんをお持ちの親御さんは、これバスケットボールはね、絶対に有効技だと思うよ、ね、はい、そしてね、ギフトにもいけるバスケットボールってことで、まあ、プレゼントをしてもね、大変喜ばれるよね、本当ね。まあ、よっぽどマンション住まいだったらね、嫌がれるかもしれないけど、ね、プレゼントしても、わー、バスケットボール来たよ、うわ、リッチーって感じで、嬉しくなっちゃうよね。はい、そしてね、保証があります。1ヶ月のアフターサービスを提供してくれるので、まあ、普通に地下鉄でね、なんかおかしくなっちゃった、壊れちゃったとかってあったら、ちゃんとね、交換とか返金をしてくれるので、まあ、安心ですよっていうことでね、まあ、そりゃそうだよね。はい、そんなわけで、レッツゴーオープンボックスということで、これはね、お外で撮影していきたいと思います。はい、こちらご覧ください。はい、それじゃあね、庭にやってきました。実際ね、これバスケットゴール、ここの箱の中に入っています。じゃあ、実際中身を確認してみましょう。よいしょ、ね、まあ、箱の大きさはね、こんな感じの箱で、で重たさはね、まあ、普通に持てる重さです。まあ、でも結構重たいかな。よいしょ。で、中身がね、このようにぎっしりと詰まってます。じゃあ、どうやって出してるのかな、これ。よっ、このまま出してる？よいしょ。このまま出すか。よいしょ。にゅーん。よいしょ。はい。よし。
ちゃった。はい、そんなわけでね、中身が全部出ました。はい、中身はね、これだけになっています。じゃあ実際に組み立ててみたいと思います。はい、まずこれね、金具が出てきました。はい、金具これね、2本とこれ、これどこに付くんだろうね。まずこれが出てきました。よいしょ。かじがる。はい、そしてね、これ支柱の部分になるのかな。あ、これを中身を出しましょう。よいしょ。3本あります。で、これはちょっと待ってね。よいしょと、よっ、どうやって出したらいいんだろうね。これ出しにくいね。あの、撮影しながらだとね。はい、黒いのがね、まず1本出てきて、はい、でもう1本ね、もう1本出てきました。よし。はい、そしてこれはおそらくバスケットボールの四角い部分つける方かな。これが一番上になるんじゃないかな、多分ね。違うかな、あれかな、重りがつく方かな。よいしょ。よいしょ。ビニールが二重に入ってるので、テープがこっちまであるからなかなか取れない。これハサミがないと、よっ、これは大変だ。よいしょと、熱い、すごい大変です。これね、テープで長いところまでしゃれてるからなかなか切れないから破くしかないですね。はい、こんな感じで真ん中にね、いろいろ工具が入ってて、もうバラバラーンって出たから、これはちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います。よいしょ。はい、まずね、これ白いやつと、それから、はい、これがね、ゴールの部分だね、これね。そして工具一式出てきました。そして、丸い車輪が出てきました、ね。そしてこれが、よいしょ、土台の部分なんだね、これね。これに水とか砂を入れて、安定させる。はい、そしてね、ここにマニュアルがあります。はい、それでね、まあ、内容物こう確認を一応して、で組み立てはもう本当これ見ながら組み立てでねっていう感じなんで、これはね、かなりアバウトですね。まあ、でも大体下から組み立てていけば OK なんでね、なんとかなるでしょう。ちょっと暑いでね、麦茶タイム入りたいと思います。はい、今日はね、ちょっと強風今、天気回復したんだけど、ちょっと風が強すぎるので、ちょっと組み立てできないかな。今こう並べてもね、突風が吹いてバラバラーンってなっちゃうんで、ちょっと今日はね、ちょっとここまでにしたいと思います。また改めてね、組み立ていきたいと思います。いや、風がね、すごい突然強くなってきた。で、これがね、ゴールの上の部分で、前にね、これがつくんだよね。で、網がその中に入ってて、あれが足のつく部分だね。はい、まあ、これのセットになります。はい、ちょっとモバイルバッテリー持ちながらね。はい、かなり大変な作業です。はい、これがね、一式になります。はい、ミニバスのゴールセット一式になります、ね。で、ボール付きだと思ったけど、これボール付いてないんだね。ボールも付いて、なんかお得でしたっていうレビュー見たような気がするけど、ボールは付いてないね。うん。
あの商品レビューにはねちゃんとボールがついて男だったって書いてあったけど、ボールは入ってないです。これが全部です、ね、はい。なので、今回はボールはついてないということで、それで組み立てにはね六角レンチとか、まあ、そういったものが必要になると思うんだけども、組む時の材料、この工具がここのところに2種類入っているので、まあ、それ用意する必要はないよね。このキットを買えばもうそのまんま使えるということだそうです。これはね、はい。じゃあちょっとこう風が今日すごい強いので、このまま組み立てるとバターンっていく可能性があるので、またあの日を改めて撮影したいと思います。はい、そんなわけでね、ゴールを組み立てました。あれから何日だったかな、ね、やっとね雨が上がったので組み立ててみました。でね、高さが今ねマックスの状態で今組んでいます。マックスの状態だとだいたいおじいの、はい、身長ねこれぐらいです。で、手をこうしてあげると背伸びをすると届くかなっていうね、これぐらいの距離になりますね。ボールが付属していないんでね、まあ、ちょっとこうボール入れて試すことはできないんだけど、だいたいポンポンポンってきたらこうしてちょうど入れるのにまあ適した、まあ大人がやってもちょうどいい背伸び運動になるかなって、こんなパンパンこんな感じでね、こんな感じででででんってきてね、よっと こんな感じだよね、こんな感じで入れることができます。だ大人でねちょうどこうして持ってきてポンポンポンで、ね、よいしょってやれば、まあ、ギリギリ入るかなどうかなってぐらいのちょうどいい高さじゃないかなと思います。まあ、もっとね本物はものすごい高い位置にあると思うんだけどもね、うん、まあ、お子さんの、まあ、ミニバス練習にはもってこいの高さじゃないかなと思います。で高さ調整はね簡単にできるんでちょっとね、見てみる。よいしょ。はい、でね、高さ調整はねここね、これでね簡単に行います。だこの1個下げるのはここで、2つ下げる、3つ下げるで、4つぐらいまでね下げることができそうです。でちょっと実際にね下げてみようか。よいしょと、はい、じゃあねちょっと下の方に下げてと、はい、じゃあ一番下までね下げてみたいと思います。でね、これのネジとあとは棒を通してね、ネジとして二重になってるので一応危ないからねこれね、これが一段下げた感じ、これが2段下げた感じで、3段で、4段、まあ、これがマックスかな。はい、これが今で、ね、一番下げた状態になります。そうするとね、だいたいおじいと比べるとだいたいこんな感じ、167から8ぐらいなんで、まあ、だいたいこんなもんです、ね、はい、まあ、イメージしていただけるでしょうか、まあ、だいたいこれぐらいの高さまで下げることができますし、マックスここら辺、これがここまでとここまでと、ね、4段階、まあ、全部で5段階かな、1、2、3、4、5段階かな、調整することができます。はい、じゃあね実際にねこれ組み立てどういう風にしてなってるのかをね、ご覧いただこうと思います。で組み立てに関してははっきり言います、すごい大変です。一人で組むのはね大変です。
でね、この工具だけでやるのも大変です。で何が一番大変だったかというと、この ねじにね、このナットが頭だけしか入らなくて、あと引っかかるんで、必ずこれを使ってグッグッグッってやっていかなきゃなんないんで、これがね、すごい大変です。はい、ある程度入るまではね、裏側押さえててもガタンってこうなるし、すごい大変でした。めっちゃ大変です。でこの中にね、ここから砂を入れるとか、あと水を入れるとね、これがものすごい重りになるので、今こうやってコンクリート上一個乗っけて安定してるんだけど、まあ、本来はもっとスマートに、ね、お水か砂を入れてがっちりとした方がよろしいかと思います。でね、もうマニュアルがね、もうちょっと飛んでっちゃってなくなっちゃったんで苦労したんだけど、自分で撮った動画を見ながらねやりました。で、まあここにこう棒があるんでね、ここ通すところがあるんで、まあ、ここに車輪を入れて通す。でこのポール、ここも通す。 ここさえ分かれば、あとはここに穴が開いてるのが1本しかないので、この斜めにねステーをつける、ね、反対側も斜めにステーをつける、ね、だから一番最初はね、この棒をこの穴に通して、車輪とね穴に通す。ここからこうスーッて1本、この横からこうしてねスーッて入れられるんで、これまず1本通す。1個2個3個3つ通す穴をね。そしたら、これをもうね、寝かした状態でいいので、あっちに、あっちをまず一本ネジを通したら、ここ持ってきて、で、これをこう微調整しながら穴を合わせてね、ビスを一本こう通してあるだけです。で、ここまで来たらね、もう、安心です。これを一本乗っけてロックして、でこのゴールの部分はね、まあ、冒頭で撮影撮ったのは多分NG にしちゃってると思うけど、これが今下に沈んでるけど、もうこれがくっついてるのが1個しかないので、裏側からねボルト4本ついてるだけです。これだけです。構造自体はそんなに難しいもんではないので、まあ、組み立て自体は理解すればあっという間にできます。まあ、それだけにマニュアルがすごい あまりにも感謝なんで、ちょっとんってこう思う部分があるけども、そんなパーツの点数が多いわけじゃないので、まあ冷静に見ればすぐ分かります。でこのね、網の部分もこうして通してね、まあただ引っ掛けるだけです、これね。はい、いかがでしょうか。これでね、レビュー見るとボールがついてて男でしたっていうレビューもあったんだけど、まあ、ボール付きってなんか書いてはいなかったような気がするんでね、これだけお買い求めになってもボールはついていません。まあそれはそうだよね、段ボール箱がねそんなにボールが入ってる大きさじゃないんで、うん、でピチャコで来ても空気入れなきゃなんないからね、また特殊なものが必要なので、まあ、ちょっとボールはついてないんじゃないかなと思います。はい、そんだけでね、まあ、実際にちょっと出品者さんからは子供が使ってるところを取ってほしいって言われたけども、ね、ある程度お金かかるんでね、それね、それは無理なお話ということと、まあ、ボールも用意しなければならないし、これどこに運んでどういう撮影をするんだっていう話なんでね、まあ、こういったものがあるんですよという、まあ、紹介ぐらいしかね、おじいのところでは行うことができません。あまりにも大きいんでね、ちょっと全部収まりきらないんで、本当。ね、はい、まあ、ちょっとこう縦にする、ね、はい、縦にするとこんな感じ。皆さん首をね右に傾けながら見てください。こんな感じになります。はい、いかがでしょうか、ね。まあ、ミニバス自体はね結構小学校中学校ぐらいすごい流行ってるんでね、大人気だと思います。まあ、長く使えるアイテムだと思うんでね、物自体は結構丈夫です。ほらね、物自体は結構しっかりしてるんで大丈夫だと思う。まあ待てちゃうことはないよね。はい、そんなわけで今回はミニバスのゴールを紹介させていただきました。参考にしてください。じゃあね、チェンジします。お部屋に戻ります。はい、そんなわけでね、いかがだったでしょうか。今梅雨時期だったんでね、本当撮影もね、3回ぐらいね、やってるかな。
で、もう組み立ての説明がね、風が強かったりとか、あとちょっと分かりにくいところがあったんだよね。全部でカットしたんだけれども、組み立て自体はもう場所が分かってればね、簡単です。はい、そんなわけでね、Amazon のページをちょっとじゃあ見てみることにしましょう。はい、商品名がね、バスケットゴール、バスケットボード、練習用、ミニバスボールネット、家庭用、ミニ、子供用ということでね、評価が2つ、12,800円で、販売中でございます。で、今回は、元気なおじいがね、冒頭でお話ししていたように、ここの、評価があって、で、その評価を見たんだね。うん、そうしたら、ここのところでね、ボール付きっていうのもまた男って書いてあったんで、おじいは、あ、ボールも付いて男なんだねっていう、商品のところには書いてなかったんだけど、ボール付きだっていうね、日本で一番初めて第1号のレビューの方がボール付きって書いてあったんだよね。なので、まあ、ボール付きみたいねって言ったけど、実際に開封してみたら、ボールはありませんでした、ね。そういうことなので、ここでね、訂正させていただきます。ボールは付いておりませんね。商品名にも商品の説明にも、ボールはね、何号まで対応っていうのは書いてあったけども、ボール付きとはね、どこにも一言も書いてありませんね。なので嘘のレビューを見て真に受けないようにね、そこだけはまあ注意が必要だなと思います。で、おじいもね、確か説明したと思うんだけども、このね、バスケットボール7号対応ということなんで、7号のボールまで対応しますよっていうね、そういうことです。で、この商品のね、これを見ても、はい、ね、まあ、高さがあって、ね、このゴールの写真しかない。で、ここのところにね、バスケットボールが1個写ってるんだけど、ここはボール受けになるんですよっていうね、使用例ということで、付属してるわけではありません。ね、はい、そんなわけで、ね、まあ、こうやって遊んでる例もあるんだけど、ボールはつきません。ね、はい、そんなわけでね、まあ、ググっと見てね、まあ、ちょっとこう分かりにくい部分もあるので、まあ、元気なおじいもね、このここのレビューのトラップに引っかかってしまいましたね。元気なおじいがこのトラップに引っかかるということは、見てる皆さんもね、同じように考えて引っかかる方がいるかもしれないので、まあ、そこのところはね、気をつけてください。はい、そんなわけでね、今回はこのバスケットボール、まあ、これ大人気商品なんだよね。うちの兄貴もちょうど遊びに来ててね、このでっかいの箱何って言うからね、いや、ミニバスのゴールなんだと、してね、本当娘たちが、ね、姪っ子たちが、バスケとかやってたみたいでね、こういうのがこう今家庭に置いてあるうちからね、わー、これね、子供の時に欲しかったってね、言ってたよね。はい、そんなわけで、この Amazon のリンクはこの動画の説明欄に貼っておくのでね、ぜひ興味のある方は見てみてください。まあ、これだけのキットになって 12,880円でお求めいただくことができます。あとはバスケットボールはね、また別に購入する必要があります。はい、以上、参考にしてください。おじいでした。またね、バイバイ。